はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょう、スクスト2というわけで実況していきたいと思います。338日目のログインです。お、イサキさん、うん、目つかないで、はいっす、ありがとうございます。ストライカードポーカー、左だ、私です。そして右だ、うん、ジャンキティガールズ4、 A 型ガールズ5、 AB 型ガールズペア、シシガザガールズペア、カンタササリザガールズペア、コトブニレンガールズ3、アンダー150ガールズペア、我が国を足がかりにさせてやるです、共に剣の道を歩む、そして風紀委員会ガールズペア、備品管理委員会ガールズオール、トラーオールでかい、5万、あざす、素晴らしい、ちょっといっぱいだ、ありがとうございます。さあ、あ、全開している、なんだと、ちょっとあれだな、帰ってきてからすぐやれなかったからこれは失敗、ほぼね、多分今さっき全開したみたいな感じですよ、ほんと多分そんな感じだから大丈夫だ、何も問題はない。というわけで、まあ、で、今日はですね、あんまあれだな、なんかとりあえずっていうのをさ、窃盗語のようについてきたくせに、自分でも意外と気にしてんだけど、つい言っちゃうやつね、あんまり言わないようにしてるんだけど、なんかって言っちゃうやつね、まあ別に普通に使う分にはいいんだけど、何かを言おうとして出てこないときに、なんかとかって言っちゃうときでね、多分ね、結構あるあるだとは思うんですけどね、まあむしろ女性の方が多いんかな、男性よりは、わかんないけど、いや結構調子 JK とかが言ってそのイメージある。あくまでもイメージですよ。で、まあ、そんな話は置いといて、で、緊急報告しますか。私のランキング今、7598、スコアが1238,999みたいなね。そしたら今回の私、多分言ってない着地点。とりあえず500万はまた取りたいかな。多分75は無理かねーって感じ。割と月末忙しい、いろいろと。そうなんですよね。なんなら来月とか、来月はもっとできないかも。ただね、特攻とか引いたら頑張りたいよね。まあ今回も最近なんかなんだかんだで、特訓のおかげかな。SR 特攻を持ってるから、割と SR 特攻、弱特攻だけど、弱特攻がね、2ヶ月連続収束してるっていう状況を作れてるんですよね。まあ最近強特攻多めにかかったことがないんで、ちょっとあれなんですけど。で、ランキングですが、とりあえず、1万以内は当たり前なんですが、そうだなぁ。5000以内、入ってたら5000以内ぐらいかな。あんまり多分そこまでがっつりなんだかんだで踏み込めないっていう感じかな、今月は。てかね、今月ね、いろいろと本当なんかいろんなものがまあ本当ね、なんだろう、復活したというかね、今までやってたものが、あら、通信エラーだって、マジ、そういうのもあってね、ちょっと結構手狭になったというかね、うまく主張選択していきたいと思います。ね、こうやってね、あくび出ちゃうからね、睡眠不足だったりするかもしれないから、睡眠時間も取りたいしね、さあ、メービルを殴っていきましょう。さあ、今日のニホちゃんの衣装は何でしょう。衣装性がパスは、まあ衣装とも間違っちゃうんだけどね、出た、久しぶり見たな、これ。放て放ていいですね。
さて、ツーパンなんてしょうがないですね。まだまだツーパンでやれてるぐらいだったらマシだとは思うんですけどね。こっからだとね、こっから先が怖いですね。新しいメモか。欲しい。なんか走る気になるな。走るが気になる。ちょっとそういうことなので、一回だけ聞いてみようか。いやー結構ね、3の数字は侮れないからね。あ、侮れなかった、うん、さて、あとはレイドガチャか。レイドガチャもうちょっとだけ回したいかな。うむ、よく連絡して、お、ナイス、プラス16。出れるよ、うん、エリクサー、すごいエリクサー、いくつあっても困らないエリクサー。うーん、なんかしょっぱいな。ちょっと待って、あんまりエリクサーとか落ちないな。大丈夫？エリクサー落ちない。こんなもんだっけ、こんなもんでしたっけ。ナイス、プラス18。もうちょっと後で回すか悩むとこですね。まあとりあえずかな。で、あとね、そうそう、これ忘れてたんだけど、これね、リセットしましょう。もう一回しましょう。ってどうなんだろうな、収束したことにならない。なんか結構心ラビリンスの補正値がよくわかんないんだよね。取っといた方がいいのかな。収束率にやってみたいなさ、補正があったりしたら困るんだよ。手に入れた回数っていうよりはやっぱり、所持してないとダメなのかもしれないよね。ちょっと悩ましいです。あとは、そんなもんかな。なんかいろいろ忘れてる気もしますが。夢のランドです。まだね、やっぱちょっと最近風邪気味というかね、まあ、ね、世間一般世間というか、巷で結構流行っているみたいなね、皆さんもね、ぜひぜひお気をつけてっていう感じですよね。だいぶ眠いな。だいぶ眠いんで、この後すぐ寝ようかな。この後すぐ。ご飯食べないで寝ようかな。またね、ちゃんとね、3食食べた方がいいんですよ。まあ、なんなら4食ぐらいがいいんだよね、本当は実は。空腹感を作らない方が実はいい。空腹感をね、まずね、太りやすくなって、食事。もちろんね、タンパク質とかいろいろね、あるよ。炭水化物なのか。炭水化物はまあそこそこ取ったのか。炭水化物はほどほどにした方がいいらしいとかってあるよね。だから、集中力も確かにね、仕事中もだいぶ眠かったんですよね。だからね、突き詰めていくと、睡眠時間は最小限でその生活していきたいと言えば言いたいんだよな。もうダメ。やっぱりひどいですね。ドイヒーですよ。もうね、集中力の欠片もない。ボーリングは無理だろうけどね、せっかくだからとりあえずやります。なんかフェイちゃんのターンごめん、なんか、ごめんな、ヘロヘロで。もう失敗で、ドン。あら。残していく。無理、調整できなかった。てか、あれもよく考えたら、一緒ゲームはさ、こうやってハイハイハイとかやらないで、触ってそのままグイッてやっちゃえばよかったんじゃない？ちょっと今のちょっとね、演習が入ったんで、演習が。
や、急にこぼすことなんかありえないよね。すぐビッてやっちゃうよね、ビッて。わーお、一本残し、お上手。というわけで、大学首元かというか眠気がしんどいので、今回はこの辺で。というわけでね、協力者頑張っていきましょう。まだね、まだまだですよ。今日が4日目かな。うん。選抜もね、まだあと2日あるのでね、頑張っていきましょうというわけで、お疲れ様でした。バイバイです。